三国志13を初めて遊ぶアキミロです。はい、続けていきます。前回は落葉で無事引きこもることに成功しました。いやー、よく守りきったなと思います。ただ炎将軍が課題を取ってしまったので、ついに古老館や函谷関で動きを止めることができなくなりました。今回課題を狙いたいなーって思ってるんですよね。ここを壁にしたい。落葉の内政は下げたくないです、正直言って。あとは孫策がなくなって孫権が後を継いでましたね。なのでちょっと今回はこっちから攻めようかなーって思ってます。おお、角がこれなんだっけな、定なんだったっけな、なんとかさんをとりあえず登用しました。おっと、角が炎将軍から高尊公かな抜き取ってきました。敵軍が我が領内に向け出陣しました。炎将が総勢7万1200で我が落葉に攻めてきました。ちょっと待って、はい、なんと課題の方から2部隊、しかもそれだけじゃなく左からも来ております。厳しい。しかし守らなければあかん。出陣どうだろうな、ここだと港になっちゃうかな。港って書いてますね。こういう道の途中に配置したいんですけどね。まあとりあえず落葉に設定して出陣。許そう。で出すのは秋見の助行各巨長、あとどうしよう、調整さんも出しますか、騎兵数この5人でいきます。はい、敵さんここまで来ました。結構同タイミングで来てるな。始めるぞ。官僚の方に行く。これでどうだ。あー、ダメか、城の中になっちゃいました。休みしたかったんですけどね、内政下げたくないから。相手は4部隊。面白い、我らが5部隊に勝てるかな。進む。こうしてはどうだ。はい、右側来たら最悪なことに3部隊来ました。左行けばよかった。こっちの方が数少なかったです。でもここまで来たらもう下がれない。進むのじゃ。福安があるの。幸いこれ目標でもあるんですよね、福安ってやつの。これをうまく活かしたいけど、いや下がっちゃったな。こうなったら怪力無双だ。貴様らには受け切れまい。貴様らには受け切れまい。たとえ陛下内緒悪くても行く。お、助行と艦船の一騎打ち。助行が内緒を収めました。いやー、重要な一戦来た。しかし関係ない。お、なんだ、絆強化、大親友です。よっしゃー、長生さんと一緒に戦うことでああいう風になるんですね。もう盟友になってたからですね。さあここでいかんのけーだ。曲がれー。一部隊だけだったか。でもちょうどいい、このまま長与さん倒すか。集中砲火。あー、人生あされた。私に続きなさい。しかし関係ない、私はここで戦う。あとちょいか、あとちょいでたまる。よし、あ、まじだ、帰り気もそうじゃない。いかんのけーしようと思ったのに。頑張れ、早く長与さんを倒して次のやつに。こうしてはどうだ。次のやつに行くんだ。よし、 OK。 深く。次この方は序幕か。攻撃だですか。よし、絆。なんだ、誰だっけこれ、爆逆の友だったかな。よし、陣に攻撃してます。福安があるのだが、多分これ戻ってくるんじゃ。あれ戻ってこない、マジで。よしよし、陣制圧です。本陣陥落。相手退却成功しちゃってます。くそー、捕まえてほしかった。戦利品から金300ゲット。誰か捕虜にできてないかな。あ、長葉さん捕虜にしてます。いいねいいね、こういうのだよ。戦ったからには誰か捕まえたい。で、奥のやつは来てんのか、これは。いや、止まってる。だったら、このまま、韓国から行きます。あの部隊は、攻められないように、壁になってるって感じですかね。
正直韓国艦は前回でも余裕だったんで結果だけ見ていきましょうか。お、また新しく武将捕まえてます。いいねいいね、2人も捕虜にした。よし、では、ここにいた部隊いなくなってる。これ攻めるか、ワンチャンカダいけちゃうんじゃない。まあ、ちょっと兵糧を落とさないといけないんで1回帰りますけど。いやー、なんかまた増えた。解散しただけだ。うわ、2万とか。ダメだー。やっぱまだおとなしく内戦しておきまーす。我々が攻めるなんて10年早かった。おぉ、炎章軍の後楽園が楽園を開始しました。ちょっと待て、いつの間に来たんだ。そんな気配なくなかったかー。何の報告もなかったぞー。妙案浜湾。あかん、せっかくあげた大勢が下げられる。首相一括でさっきと同じ子に出します。もう兵も2000かな。で調整だけ景気兵に変更、これでいきましょうか。ほい、いざ進撃。43,500、数だな。必ずや勝ってまいります。任せてください。多分さっきと同じ戦法で勝てると思います。ここまで移動して敵を何体か倒したら本陣落とします。聞いてや、こちらの力が。はい、ギリギリ勝ちました。敵援軍まで来てすげえ数でした。でも勝ちは勝ちです。内政かなりボロボロになったかも。あ、二人も捕虜いますね。粒子なんかいたかな。まあいいや、なんでもいい、捕まえたなら言うことなし。いや見てください、この743しかなかったですからね。マジでギリギリでした。てか何、さらに来てるし。やるか。まずいな、全然こっち回復ができてない。はい、敵部隊壊滅です。後世とか捕まえてくれたらもう最高なんですけどね。うん、そんな都合よくいきませんよね。まあ、でも防衛は成功です。右上の部隊もなくなってますね。よし、調整さん帰りましょう。楽陽に、楽陽に戻ってから、うわー、またなんか来てる。もうこんなんばっかしだな。始めるぞ。まあでもちょっとは仕事する時間あるかな。何よりすぐ向かうぞ。武将兵が回復してほしい。大勢下がってる、痛すぎる。せっかくあげたのに民心も下がってるし、やっちまいました。水上戦になっちゃいました。これはきついなぁ。とりあえず一箇所には固まれ。確か連冠やると強くなるんですよね。連冠、分かった、連冠進むのじゃ。連冠だ、お任せよ。おお、連冠中。この状態でかしこまった。衝撃いけと思ったらまだ溜まってね。まだか。でもこれは押してるのか。一応関係どうだ。おりゃー、よし、いい感じに減らした。連環がうまく機能してるみたいです。よっしゃー、壮大衝撃か。あとは神秘のみ。連冠の威力を思い知るがいい。ブルホッコです。意外にいけてる。これなら城で戦わなくてもいけるかもしれない。なんか壊滅、おしまい。捕まえてくんないかな。てか戦利品が少なすぎる。ダメだ、捕まえられない。もっとね、戦利品、米ください。米、奥にあれ来てるのは防衛なだけか。やるか。
動く気配はない。他は大丈夫か。お、孫権軍が炎章軍に手出してるのか。いや、呂布軍か。できれば他のとこと戦っててほしいですけどね。解散やるか。これであの人も帰ってくんないかな。私攻めるつもりないよ、炎章さん。私は内政あげたいんですよ、内政。お、名品が3つも並んでる。酒あるじゃん。これ絆できんじゃないか。もっと買えるな。買っちゃおうかな。さあ宴会、名品を振る舞う。これで絆だなるかわかんないけどはい、名品で招待しました。あ、自分で選べるんだこれ。なるほど。これは忠誠関係あんのかな。どっちかっていうとこれで絆が上がるのかなと思ったんですけど、お、元気、お、かなり多いですね。良き日和です。顔を見たくない。もしかしてさっきの乱に乗ってた人が全員来たって話か。しかし何も起きなかった。すまぬ。いや、でも核がなんか感謝の言葉を述べてくれてる。交換状態になりました。何それ。ありがたい。助行も、おお、ありがたい。巨長も、すまねえな。おしゃじも、嬉しいわ。サイエンさんも、みんな仲良しになりました。どうなんだろう、この仲良し状態で話しかければ何かあんのかな。お、選択肢が出なかった。これはもしかして長生さんと同じく進んだんじゃないでしょうか。なんか本を読んでるんですかね。調査あたりかとか言ってますね。わあ、そんなとこ行ってる暇ないよー。マジかー。結構大変ね、助行のやつ。他はちょっとか。ちょうど暇をしておった。あ、談話はできますね。これで親近感がマックスになりました。表情を始める。さあ表情です。なんか炎章軍も微妙に近いところ兵減ってってる気がするな。しかしな、どっか攻め落とすにしてもまだ早いかな。できればこの課題落としたいんだけどな。課題落としたら僕用の曹操軍と隣接するのか。内政も下がっちゃったからまだやめようかな。とにかくお耳を拝借したく。おお、再演なんていい案をなんていい案を。不安がございます。しかし私はそれに賛同することはできない。私はちょっと内政充実だな。商業マックスは絶対必須。あと文化もな、上げてほしいな。農業もくー、これだ。妙案がござ。こんなのはどうだ。上皇の意見、私の意見、上皇の意見、私の意見、私の意見、私の意見が強めですね。同盟は進められんな。はく、合点がいかんの。ジョコウと絶戦か。ジョコウ知力高えな、75って勢いはこちらにあるようだとか言ってましたけど、それただ賛同者が多いってだけじゃないですか明らかに向こうの方が有利だぞ。挑発、それは一理ある。さあ相手は集中しかできないならばここも集中で大集中だ。くらえ。相手はいろいろできるな。主張、ゴブゴブだけど相手の方が知力高いから。あ、勝った、やりました。ありえん、ありえんって、すまんの女王さんそんなにショック受けるとは。でもね、お金を蓄えないとまずいんですよ。あれでも今、うん、違うな、私の案じゃない、女皇の案が通ったのか。いや、でも私の案ですよね、やっぱ今。単純にメーターのマックス値の関係か。
ああ、201年クラス、呂布軍が滅亡で孫権軍にやられました。孫権軍がより強くなりましたね、これは。なんか、全然気づいてなかったんですけど、縁の近くの部下はまだ我々のものだったようです。縁将軍に攻められてます。功能が3970か、これめっちゃ行きたいな。もう巨匠だけだと赤字脱出できないんですよね。巨匠じゃねえ、落葉だ、落葉だけだと。課題も取りたいけど、やっぱ近いって意味ではな、効能いいんだよな。でもそしたら長安から攻めてくるかな。やっぱ課題行くべきかな。炎色17000、うん、ちょっと待って、これ、あ、違う、これは円に行こうとしてるんだ。曹操と同盟結んでるんだな、これは。厄介だな。いやー、でもワンチャンちょっと課題行ってみっか。やっぱ課題がすごい邪魔なんですよね。妙案許そう。よし、行くぞ。今こそ我らの力を見せるだけ。もう小社寺も行こう。ちょっと南部大化だけ競争兵にしようかな。角がやられたら終わりなんで。また秋見野もか。秋見野もこれでいきましょう。出陣、皆の者、出陣である。よし、港は渡れた。課題付近の戦い、相手は一部隊、任せてください。全軍猛攻です。いや待てよ、援軍来る可能性あるな。陣から取っていこう。お任せよ、復案があるのだが。とりゃあ、まず陣制圧、一気に片付けんぞ。次はあれだ、お任せよ、目標。しかしこっちも落とされそうだな。これでも来る。やべえ、敵超支配、ちょっとやばい。こっちも本陣行かないと間に合わないかもしれない。お任せよ。そう、お互い本陣に一直線だ。しかしこっちは利関係がある。相手還元だし、守りに来なくていいのかい。こっちの方が圧倒的に優勢ですよ。再び利関係だ、くらえ。還元はすごい勢いで減ってきております。壊滅、押し負けたか。どうだろう、まだ本陣攻撃されてる。やばい、こっちも攻撃だ。そのままよしよしよし、本陣陥落。誰も捕まえることはできなかったですね。いや、わからない、もしかしたらさっきの人捕まえてるかも。はい、そんなことはない、奇跡起こらず。さあ、このままいけるか、課題。はい、勝負です。あれ、これ課題の中じゃない、中か、城がありますね。なるべく連動と鉢合わせしないように行くには左の門からがいいですね。こっちからだ、行くぞ。はい、城門突破です。そしてアイテム将が突っ込んできました。お任せよ、勝負だ。道を開け。関係、くらえ、完了。政治甘くない。奥からいっぱい飛んでくるけど、カバーだ、突っ込め。一人ならいける。道を開け。よーし、完了、倒しました。課題ゲットじゃないでしょうか、これ。ただ兵が分散しました。今までね、この兵が分散していいこと一回もなかったんで、どうなるか分かりません。お、誰か捕獲しました。協調が落葉の大使になってましたね。この方は伝陽は来るな。これ強制軍の使命達成です。伝陽勝負だ。絶対負けん。我が命に変えましても守りきってみせます。どうしてはどうだ、どう動く。こんな感じか。よし、伝陽の方へ行きましょう。はい、天陽さん撃破。総大将を倒したことで一気に敵の士気が下がったはず。かしこまった。次はやつだ、両将さん。
はい、壊滅です。こっちも降車時だけやられちゃいました。まあでも十分十分、これ以降来ないから。お、還元捉えてますね。まだ来てる部隊あるかな。なんか曹操軍来てるぞ。これ21000、ちょっとマジか。曹操軍戦いたくね。何その後のこの数、4万とか、やべえだろう。何部隊、4部隊勝てるのか。これはやばい気配しかしない。不安があるのだが、我が命に変えましても。おお、4部隊どう動く。とりあえずこっちはね、妨害があるんでこっち行きましょう思ったんですけど、本陣で負傷兵をとりあえず回復しました。ここから、あー、裏切り者の長州さんではありませんか。息子よ、なぜ父親を裏切った。あー、てか曹操が近い。悲観系くらえ。おりゃー、不安があるのだが。曹操が一番前に来たか。曹操を倒せ、総大将を倒せばワンチャンある。はい、天狗来てるか。喜べ、陣を取られた。軍略を見せてやる。いかんけくらえ。曹操が下がっちまった。強調が各種の一騎打ち、強調が各種の打ち取りました。いいよいいよいいよ、最高、よくやってくれた。今はこれやった。後ろからつくつく、よし、倒した。やつは裏切った高層校じゃないか。で、ラスト、やった、勝った。隙はなかったな。いやー、勝ったは勝ったけど、うまみがあんまない気がする。捕虜いねえし、もうあともう来てんじゃねえの。一瞬動かしたけど動いてない。これは防衛の部隊か。よし、長生さん帰ろう。泣くようにお家へ帰ろう。やべえ、なんか来てるし、課題が狙われてる。しかしここで解散しないことには助けにもいけない。やるか。ダメだな、課題もう壁がボコボコだ。間に合わねえ、あれじゃん。そう、せっかく取ったのに。課題のこの壁絶対持たないんで、楽ように脱出できないか一応指示してみます。もう敵に接触されちゃってるから抜けらんないかもしれないんですけどね。ワンチャン、ワンチャンです。本当に捕まんないでくれないかな。徐行だけは絶対捕まんないでほしいですね。まあ、小射字も捕まんないでほしいですけど。いやー、逃げ切れるかな。必ずや、もう勝ってまいります。ちょっと進行しただけで落ちますよ、課題。始める。ほんと、落とした後が大問題なんだよな、この三国志13は。ちょいと考えたんだが。おお、炎章と連役、いいじゃないの。解釈したく。いや、ダメだ、絶対隠しの案通らないだろう。やっぱなぁ、もっと民心、あ、1000以上に上げられるようになってる。民心がやっぱ超重要だなぁ。妙案が不安がございます。一旦っていうか、その兵が増えるタイミングで他の勢力よりも上にならないと話にならん。はい、課題が炎章軍に呼ばれました。うわ、炎陽ら2人が捕獲されました。二人って誰だ。邪魔をする。こうなったと。数字とかかな。おー、なんだ、すげえブラック企業になった。超こんな上皇さん大使としてちょっと問題ありじゃないですかこれ。おーっと、しかもなんか楽ように攻撃されてる。ちょっと待てー。うわー、仕事早く終わらせていかなければ。今いるのは上皇、長生や君の各拠長いますね。武者氏もいる。あー、数士捕まったなー、これは。おー、
囲め囲め。はい、降りました。壊滅。落葉だけは、落葉だけは渡さん。課題攻め、やっぱやんない方が良かったかな。まあでも曹操軍の学士倒せたら大きいんですよね。うわっ、なんかまだ来てる。これどうだろう。あー、後ろから三枚線が動いてるのが見える。これはまとう。なんだこれ、左のも、もしかして左のも来てんのか。武漢が奪われました。円の隣ですね。あれ来てない。これは守ろうとしてるだけか。わあ、ちょっと待った、ちょっと待った、帰ってかねえこいつら。ちょっと待って、羊、マジかよ。単純に足並み揃えるのを待ってただけか。妙案浜湾くー、やってくれるぜ。向こうもガチ切れしてますね。おめえらから攻めてきたんだろう、あたりすぐと思うなよって感じですね。はい、落葉防衛成功でーす。不死人捕まえました。やったねー。しかしまだ終わりではありません。この後、てか、まだ来てる、めっちゃ来てるし。なんかだが、その前に韓国艦を守りに行かなければ。うわー、なんかやっぱ右上も来てるな。でも一部隊だけか。まあここもね、結果だけ入れてきます。はい、韓国艦も勝利です。ただ落葉がもう攻められてます。捕虜は不死人から変わってません。大至急落葉に戻らなければ。何より内政下げられたのがすげえ嫌だ。内政上げるために引きこもってるのに、その内政を下げられたらどうしようもできなくなる。はい、落葉も防衛成功です。捕虜変わらず不死人のみ。うわー、来たー。なんなんだこいつら。私が仕事をし始めるとすぐ来るな。左からも来てるし。何この炎将軍の何が何でも落とすっていうすごい覚悟を感じるんですけど、マジでキリがねえ。はい、落葉防衛成功です。捕虜はなしです。残念。まあ、炎将軍相手だったら負けることも。またなんか新しいの出てきてるし、キリねえ。もうこれ最終的に落ち着くまで全部カットします。同じことの繰り返しなんで。やるか。お、全部カットしようと思ったんですけど、エンター捕虜にしてます。いいよいいよ。今の韓国間のところの戦いですね。あとはこの電与か、どうなんだろう。やつ帰ってきてくれたらいいんですけどね。お、炎将軍のなんとかタンが落葉に来てくれました。はい、さっき功能の上にいた部隊は解散したみたいですね。ようやく一回落ち着いたかな。いやー、キッズ、結果的に内政も下がってたし、兵も減ったし、最悪です。もう何もいいことがありません。まあいやー、ちょっと次回滅亡するかもしれないんですけど、一回ここでやめたいと思います。いやー、頑張ったんだけどな。この落葉引きこもりめっちゃ頑張ったんですけど、未来が見えなくなってきた。結局延命処置してるだけな気がする、これ。まあいや、この動画面白かったら、食べたら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録とコメントいただけるとめっちゃ嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。私の心が折れそうです。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。